かっこよくて頼りがいのある方です。魅力的な方です。実はとってもチャーミング。おもてなしの文化が根付く新潟市古町でクラブを経営する株式会社オットアイ代表の緒方雅子さん。そのもう一つの顔が2021年に開催されたミセスオブザイヤー新潟大会初代グランプリ。さらに今年4月に開催された世界大会では見事準グランプリに輝いた。現在は大会本部から熱烈なオファーを受け、新潟大会のエグゼクティブプロデューサー兼講師として多忙な日々を送っている。無限の可能性にチャレンジし続ける新潟の女性を応援する大会です。ミセスオブザイヤーが一番美しいとしている姿は、完成された性的な美ではなく、なりたい自分になるために懸命に前に進む動的な姿、行動の美です。自分を愛して、勇気を持って、人生の一歩を踏み出して、行動する、チャレンジし続ける。そして、人はいつからでも輝けるのだと思います。2021年、コロナ禍で本業の飲食店が苦境に立つ中訪れたコンテストの話。こんな時だからこそ、自分が行動をすることで、同じように大変な思いをしている人たちに勇気を与える力になればと出場を決意。しかしそれは緒方さんにとっても非常に大きな壁を乗り越えるための挑戦だった。10年ほど前に車椅子生活を3年、今でも走ることはできません。それでもコンテストでは公式の14センチヒールを履くためにトレーニングを重ねました。そして14キロのダイエットにも成功し、無事に公式ハイヒールを履いてグランプリを受賞することができました。ね、両手をつけてポージングをするのか、片手なのか、逆なのか。いよいよ来月の11日に迫った今年のミセスオブザイヤー新潟大会。多くの女性のチャレンジの場になってほしいと緒方さんは語る。一生に一度頑張って生きている女性たちが、ドレスを着てスポットライトを浴びて自分の存在をアピールする素晴らしいミセスオブザイヤー新潟です。その大会を通じて多くの女性たちにチャレンジしてもらい、新潟のミセスの方々にどんどん輝いてもらいたいです。